あ、いいっすね。これもこれで。いいっすか？これも悪くないっすね。すべての力はさっき出したんで、こっちはまったりっす。許せ。許せ。たまには。久々のベッドモードだよ。ベッドモードマジいつぶりだろ、俺。ワールドカップの。ワールドカップの。何戦だっけ？なんか。クロアチア戦後？いや。何戦、クロアチア戦だっけ？なんか、ブロアチア対なんかだった気がするんだよ。ブロアチア対韓国じゃなかったっけ？でも腹減ってるからね。いやだ、糖分はダメなんじゃない？こちらとて。ジャン負け、ポテチ買いじゃん。全然いいよ。じゃあ、ケズ。負けた方。負けた方がポテチ。負けた方ポテチ。塩味ね。塩味。塩が欲しい。足りなかった。うん、イングランド戦で塩が足りなかった。補給できなかった。うん、行きましょう。最初はグー、ジャンケン、ホイ。いってらっしゃい。ねえ。ちょっと甘いやつも買ってきて、なんか。甘い、甘い、なんか、あれ。なんか、なんちゃら、なんか、グリーン餅みたいな。グリーン餅。緑餅みたいな。あ、よもぎ餅。よもぎ餅。マルタ。よもぎ餅と、あとは、あの、センスのいいポテチ。俺は糖尿病大丈夫ですから。お前、それ油断してるところから足元救われると思う。俺だって、あの、血液検査してるんで、定期的に。全く数値悪くないんで。でも今日で悪くなるよね。まあそれは全然ある。うん。さあ、お買い物チャレンジ。センスの良さ。前回の俺のセンス良かったじゃん、発揮してるけど。いや、なかったよ。おはぎ、チョコパイ。アンパンマンパン。今日は、みんな、ブレを許してくれ。うん。本来ならばなかった枠だ。そうなんだよね。うん。本来イングランドが負けてたらやるつもりありませんでしょうね。うん。対戦相手が発表されますね。お。さあ、センスなしを。センスなしよ。センスなしよでしょ、だって戦術ふぅじゃねえよ。行くぞ。まずはこいつです。私に投げていいよ。何ジャンルは。まあ消耗してたものです。よもぎ餅ってことは。ありがとうございます。こいつを探すのにめっちゃ手間取ったわ。ありがとうございます。よもぎ餅。よもぎ餅結構マジ好きなのよ。よもぎ餅マジ大変だった。ありがとうございます。これ嬉しい。さあ、まあここはまあ、まあここはこっからセーフティーですよね。こっからまずポテチ部門よ。さあ、プルル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 これは。そうだよね。いいの食って、他ない？他、なんか言ってたっけ？おうない。なんか買ったやつ。いや、ない。もうお前。この二つだけ？お前のそれだけ。お前何？自分何買った？まずはハイチュミニっすよね。いや、それはもう最高。もう最高に。至高の一品。至高に。至高の一品。うん。そして、うん、ベビースターラーメン丸、香ばしチキン味です。ああ、それはうまいね。ラーメン丸はうまい。それはうまい。それはうまい。うん、うまい。以上。以上。じゃあ行きますか。まあ、これ、ね、気になってる。これ気になる。それはどうなんでしょうか。いただきます。畜生。いただきます。レビューレビュー。移動。おお前と友達でよかった。いやお前と友達でよかった。ああ、よかった。それほど思ったことはない。日本に生まれてよかった。お前と友達でよかった。マジで。本当に。よかった。マジでこれはうまい。取ってみ。ちょっとこれはマジっす。これは。うん。まあ、香りはちょっとコンソメっぽい。と思うじゃん。若干ね、ブラックペッパーいいね、これ。わかる？うまっ。これ仕上がってるよ、マジで。これ仕上がってます、ほんとに。これうまいわ、うん。染み出してくる。ほらな。ほらな。そういうことやねん、マジで。クバラッツエリアです、これ。ワンプレイじゃないですか。ワンプレイだよ。ずっと見てたけど、ジョージはほとんど攻めてなかった。俺もスタッツ見てたけど、ちらっと、うん、あ、ワンサイドだなって、思ってたんですよ。うん、いや、ジョージはマジ舐めちゃいかんぞ。スペインは確かにうまいけど。ま
なんだこれ。こっからもう最後くぼらっとこの場合ダブタクソめな。これよこれこれ。一旦キープして最後まで流れて、うん、うわ美しいじゃないですかこれ。オフサイド当然ない。てかまあオンゴールかな。オンゴールだわ。うん。とはいえ、まあ処理するのが難しいボールですし、うん。うん、まあクボラツエリアも中入ってたと、まあ攻撃としてはもう完成されてますよね。ジョブジはねマジでもう明確な分。あいやー、あいやあいや。これはお見事。うん。ルノルマンの OG になっちゃいましたけど。これは形がまず綺麗。形が素晴らしいじゃん。天才的。忘れないよ。初めての表明。ジャンボ入った。はい。こいつよ、やっぱり。あのゾーンはダメよ。ファーストシュー分かってない。入った。もう入った。うん、入った。ミドルでねえだろ、こんな、革新的なやつ。マジで革新したんだ。入った。絶対確定してた。ファーストタッチが確定してた。ファーストタッチが決まればもうこれよ。うん。あ？何個か障壁があるな。何個か障壁がある。何個か障壁があるな。思ったら消せんの？消そうと思ったら消せますよ、でも。そうですね。消しゴムマジックなら。消してやるのさ。来るか。俺らの配信できるフワちゃん、大抵悪魔だよな。悪魔のフワちゃんが。最新の技術で。消してやるのさ。まあ、ないと思いますけどね。あと2個のところも多分オンだったでしょ。2個が、2個ともらったんところが。むずいねー。チェックオーバー。オーバー。ビーフォーやりですね。あ、ゴールですか？うん。ああ。これ、くぐり抜けてゴールの珍しいパターンじゃないですか、これ。今大会珍しい、くぐり抜けずですね、これ。さあ、1対1。ああ。さすがにね。あれはもう妙技ですよ。妙技、もう、洗練されたる。ミドル練習めっちゃやってんのかな？いいんじゃない？え、さてはなんだけどさ、うん、あれスペインって負けたのモロッコだっけ、うん、あれって PK 戦だっけ、普通に負けたんだっけ、スペインも、んスペインはモロッコに負けた。16で負けたんだよな。そう。モロッコに負けたけど、普通に負けたんだっけ、うん、いや、モロッコだった気がする。あ、PK だった気がする。PK でしょ、うん、純粋な敗北って日本戦以来ないのってことは最後ない可能性がある。最後に、純粋にスペインを芝居だろって。ちゃんと芝居だの日本説あるよ。ちゃんとロドリ芝居だぞ。誇らしい。誇らしいぜ。誇らしいぜ。あ、スコットランドがやってるか。はい。マクトミー芝居だよ。まあ、畜生。あ、なんだ。そうそう、やつだ。普通にスコットランドマックが破壊してたわ。そうだ。いや、そうだった。あの時誰かが言ってたよな、アンジュ・シュトールって。誰か言ってたよな、あれ。誰だ、それこそロドリじゃなかった。アンジュフットボール。受け継がれした。そう、フットボールは。シャビの。あっちの方がなんか入りそうだよね。俺近い距離で壁の上落とすはもう無理だと思う。うん、あ、これタイマー。このね、これヤマロの必殺技だよね。これヤマロ必殺技だよね、この。インスイングの。インスイングのあれマジ綺麗よな。いやー、うますぎ。これはうまい。ファビアン・ルイス、今大会、2ゴール目。いやー。形はもうヤマルの、だってカルバハルのね、うん、クロアチア戦でもあれだったもんね。再現してますね。うん、ヤマルゾーン。ああ、全然ないですね。ドーンです。うん。いやー。これはもうピンポイントですね。アシストキングなれるんちゃう？確かに。ユーロ。ツーアシとかもあんまいないんじゃない？ひわー。いいボール。これはもう、もうスーパーですね。これはもう、さすがスペイン、動じないね。動じないですね。これは見事ですね。いや、まだ笑顔があどけないですね。いいですね。無事中学卒業を決めた。中学卒業おめでとうゴール。グラジュエーションゴールよ。グラジュエーション。マジで、勢いすごいな、ね、ちょっとつ猛進だな。本当に。お？お？あら、あら、あら、前へ出たね、と。あ、うまこのウィリアムすめえな。これはもう完璧です。
顔いいわ。顔マジ可愛い。ニコ。それはちょっとね、パス出したの誰だった？よう見てたな。ファビアンとかですか？ファビアン・ルイスか、ラポルトか左で、蹴っとったから。いや、ニコいいっすね、ここ。いやー。かわしてからの1対1。完璧ですね。もうそんなん取れないですよ、ギーバー。よし、配信も終えますか。そろそろ。そろそろ。よかったら万が一延長とかだったら困ってたから、ね。延長だったらやってなかったかもしれないもん、これ。本当に安心。次スペインドイツか。うわ、やべえ。あ、しかもスペインドイツ1時間だよ。あ、マジか。うん。どっちか消えるんか、もう。どっちか消えるんですよ。事実上の決勝戦ですよ。いや、マジで本当どっちかが優勝する可能性大なんだよな。マジそうなんだよ。ドイツとどっちが強いんだろう。どっちが強いと思う？ドイツとスペイン。仕上がりだったらスペイン。だよなぁ。うん、仕上がり、今の仕上がりだったらスペイン。あとは開催国バフがどうなるか。いや、わかんねえな、マジで。五分五分だと思う、ほんと。スペインの方がちょっと優勢か？ドイツの決定力次第。派閥次第じゃない、マジで。マジで、うん。マジで結論そうなるのかもしれない。うん、あとはムシアラとかそういう若き衆たちが決着をつける。そしてその勝者と日本が戦います。日本以下の2チームが。またか？クソうまいしめっちゃ入るの。お、うま。うま。うわ。テントルモだ。テントルモ来た。テントルモだ。有言実行。有言実行、テントルモ。すげえな。ジョージアってどのグループだっけ？ポルトガルとかさ。いやでもこれに関してはもうしゃあないよ。ジョージア前に出るしかないもん。まあしょうがない、失点は、うん、2点目がもうあれだったね、久保の上さ、うん、これもしゃあない。いやー強いわ。でもこうなったジョージアはまあもう、まあもう餌食ですよね。餌食です。スペインの思うがままです。いやね、やっぱね、うめんだよな。そう、一つ一つが丁寧なんだよね。ちゃんと点を取る、うん、トラップくそうめえもん。ダニエルもでも26だろ。虎視眈々と年齢を積み上げてますよ。あ、それは大抵みんな。